はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは。生涯ナチュラルビルダー、そして MDC バーベルクラブ代表を務めております、健太店長です。今日も元気に動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。叩いちゃった。今日はですね、全然ボディビル関係ない話なんですけども、タイトルはですね、ベビーカー突撃ババアへっていう、はい。ね、そういうタイトルになってます。はい。ベビーカー突撃ババア、ね。だいぶね、だいぶ前にもう動画で話したことあるんですけど、結構街歩いてると、なんかベビーカーを押して、なんかすごい人に突撃してくるババアいるじゃないですか。はい。別にババアでもジジイでもいいんですけども、まあ、若かろうが、年いってようが、とにかくベビーカーを押して人に突撃してくるババアね。はい。なんか前にそれに対して動画を撮って、すげえうぜえって話をしたんですよね。はい。だけども、まあ、僕その時子供いなかったんで、もしかしたらね、子育てやっぱ大変なんで、自分にも子供が生まれたらね、まあそういうちょっとマナーの悪い、子連れのお母さんたちの気持ちもわかるのかななんていう話を確かしたと思うんですけども、いざね、自分に子供が生まれてベビーカーを押すようになって、改めて思ったんですけど、やっぱね、ベビーカーでガンガン突撃してくるババアって、あれ性格ですね。はい。完全に性格ですね。ただ性格が悪いだけだなっていう。はい。要はなんか我が物顔で、私ベビーカー押してんだからあんたどきなさいよみたいな奴ら。はい、いっぱいいますよね。特にね、僕、駅で通勤中結構いるんですよ。朝必ず前から来る、今まあ仕事辞めて出るんで、今は会ってないんですけども、まあちょっと前までやってた仕事の通勤経路に、必ず朝そのベビーカーで、もうすごい人がなんかもう、端によって通行してようが何しようが、とにかく通りたいところにガーって突撃してくるババアがいて、まあ、ババアさんそんなに年いってないんだけども、なんかすごい鬼みたいな競争してね。はい。なんかこっちベビーカー押してんだからあんたどきなさいよぐらいの感じで、そう。すごい端に寄ってても、なんか自分がその人をね、ガンガン避けて通りたいところをガンガン通っていくみたいな。で、またあとその人じゃないんだけども、帰りの電車のね、使う駅で、結構その3列ぐらいにベビーカー広がって、もうなんか逆サイドの僕ら来る方全然通る道ないのに、なんか私たちベビーカー押してんだからどかないわよみたいな、一列になればいいのにね、はい、狭い道だろうがなんだろうがすげえ幅取ってベビーカー押してるおばさま方ね、はい、あれ本当だと性格ですね。自分でねベビーカー押すようになって本当に分かったんですけど、逆にねやっぱその邪魔じゃないから大丈夫かなっていう申し訳なさがね結構強いんですよ。はい。まあ、動画にした時は、本当に、まあ、子供いなかったんで、まあね、子供生まれたら俺もそうなのかな、なんて思ったけど、なんないね。はい。絶対なんないね。うん。もう本当単純にあれはね、その人の性格っていうだけで、なんか、ネットとかでもこれ結構ね、ベビーカー、なんか、こう押してりゃ偉いみたいなやついるけどっていうコメントに対して、いや子育てすりゃ分かりますよとかね、そういう反論してる人いるんだけど、子育てすれば逆に、なんかもっとその人に迷惑かけないように、まあ、ベビーカー押そうっていうね、そういう気持ちの方が強くなりましたね。ね。ね。そうだよな。だからまあ、僕が住んでる町結構そのバスが主流なんですけど、あんまり駅がないんで。で、バスはね、そのベビーカー OK ですっていう風に触れ込みなんですよ。触れ込んでんのね。まあ、混雑時に限りそのダメだけど、ダメっていうか、混雑時を除いて、そのベビーカーを、折りたたまずに利用できますよみたいなことを言ってるんですよ。はい。だけどね、やっぱりそれでもね、ちょっと申し訳ないなっていう、バスの中でベビーカー出してると、やっぱ狭いんでどうしても。結局、抱っこ紐でやっぱり行くことをね、選んじゃうぐらいね、やっぱそのなんか、周りへの申し訳なさって、子育て始まってもやっぱありますもんね。はい。これ別にね、自分が
偉いでしょ、いい人間でしょって言ってるわけじゃなくて、単純にベビーカーでガンガン、私たちベビーカー引いてんだから子育て大変なんだからみたいな、ああいう連中はただ単純に自分がずずしだけっていう、はい、それが改めて分かったっていう、動画ですね。僕まあ、今仕事やってないんでね、結構毎日一緒にいるんですけど、で大体ジムの帰りとかはね、嫁と散歩しながら帰るんですよ。だ結構ねベビーカーを引いたり押したりするシーンが僕多くて、だけどなるべくやっぱその邪魔にならないようにっていう、もう本当にね、なんか今まで以上に気使って生きてますね。はい、あ、それがいいんだか悪いんだかちょっと 別として、うん、まあやっぱりそのね、なんかちょっと子育てっていうかベビーカーのマナーに対して言われてる人たちはちょっとやっぱね、うん、子供を育ててんだからってそんなの他人からしたら関係ないからね、うん、自分たちが勝手に好きで子供産んでね育ててんだから、そう、それでやっぱりなんかそのベビーカーをしてることにね、かこつけてなんかそのなんか我が道を行くみたいな人は本当ずずしいやつだなっていう風にね思いました。はい、だからちょっと周りにいたら注意してあげてください。本当にあれうざったいから本当に、うん、なんか私もしてんだからみたいな、本当腹立つねあれ朝マジで。そうね、もちろんこっちも避けるけどさ。そう、どうしたの、うんこしてんのお前。ね、はい、本当にそう思いました、うん、だから結局子供バレてからね、嫁とあんまりその広いお店以外行けないもんね、うん、OK ですよベビーカーいいですよって言われてもやっぱりちょっとね、狭い座席と座席が近い店とかね、どうしてもやっぱ入れないんですよね。僕が気にしすぎなのかもしれないんだけども、うん、まあでもやっぱりね、それぐらいちょっと、まあ、周りに気遣ってもいいかなっていうふうに思いますけどね。はい、気遣いすぎも良くないんだと思うんだけども、そうだけどちょっとね、なんか子供育ててんだから子育てしてんだからっていう、うん、他人からしたらそんなの関係ねえんだからっていう風に、うん、思っちゃうようなちょっとママさん、うん、まあ、もしくはパパさん、はい、はちょっとね、うん、まあ、帰り見た方がいいんじゃないかなっていう風にね思います。はい、じゃないとなんかね、そのベビーカーを押してる人全体がそういう風に見られちゃう、まあ、ウーバーイーツみたいなもんですよね。一部のマナーの悪いウーバー配達員のせいでなんかウーバー全体がね、なんか意味嫌われるみたいな、そうね、そういう風にねベビーカーをしてるとね、マナー良くても思われちまうもんな。もうやめてくれるこのシャツ引っ張んのね、父ちゃんお金ないんだよ、そんな T シャツだって買えないんだよ、うん、お前にばっか服買ってんだから。いや、これ、引っ張んないでよ、これ。伸びちゃうんだから。お前買えよな、将来。俺に。ねえ。服買えよ、お前。無視してるけど。はい。というわけでね、ベビーカーをしてるママさん、パパさん、ちょっとね、周りに配慮をしてあげてください。ね。子育てしてるから偉いとかないですから。はい。全然他人からとそんな関係ないんで。ね。というわけで、ベビーカー突撃ババアへっていうちょっと動画でした。タイトルちょっと攻撃的なんでどういう風になってるかわかんないですけど、攻撃的なタイトルはね、最近 YouTube さんにね、嫌われちゃうからね。キャックルータッチダウン、はい、さよなら。MDC バーベルクラブね、真面目に活動しております。動画の概要欄のナチュラルボディビル研究所っていうホームページから活動が見れますので、ぜひ MDC バーベルクラブ応援よろしくお願いします。生涯ナチュラルビルダーの健太店長でした。さよなら。